はい、じゃあ住んで埼玉です。本日はゲストにウアゾンさんお迎えしてます。お願いします。こんにちは、ウアゾンです。ウアゾンさんは僕が今作っている住まい相談プラットフォーム住んでのメンターをやっていただいていて、北浦に在住の、一児のパパです。はい、そうですね。10ヶ月の娘がいます。おー、よちよち歩きし始めるぐらい。そうですね、もう捕まり立ちぐらいで、もうすぐ歩くんじゃないかなみたいな、それぐらいの大変可愛い時期です。結構活発な女の子なんですか？どうですかね、まあ、女の子なんで、いろいろこう制限はありながら、こうね、ガンガン叩くとやめ、まあ、ダメとかね、やっぱよく言っちゃいがちなんですけど。あ、どんな風に育つかね、心配ですよね。でも今のところ問題なく健康に育ってる感じ？あ、そうですね。まぁ、あ、ちょっと一回り小さいですけど、まぁ、あ、元気に、うん、あの育ってますよ、本当に。楽しみですね。うんうん。ありがとうございます。はい。で、この動画は、ウアゾンさんの自己紹介というか、っていうのと、うん、あとはその、今回の家を買った経緯みたいな、で、住んでどうだろう、うん、どうですみたいな話をちょっと聞ければなと思います。はい、お願いします。じゃあ、ウアゾンさん、簡単にご経歴というか、なんか自己紹介をお願いします。はい、ウアゾンと申します。今、まあ、家族3人で、はい、北浦に、マンションを購入しまして、2018年に購入しまして、今だから3年ぐらい住んでるのかなというところです。で、勤めは、はい、新橋に通っていて、基本リモートはあまりしてないので、うん、まあ、毎日あの上の東京ラインに乗って、まあ、通勤しているという。なるほど。はい。で、まあ、転勤族ということもあって、まあ、マンションをこう選んだんですけれども、大体、まあ、4、5年で、また次の部署へっていうことが結構、まあ、うちの会社だとよくあることなので、まあ、今後またちょっと動く可能性もあるかもしれないし、また東京都内で別の部署になるかもしれないしっていうところで、まあ、そろそろ動きがあるんじゃないかなというところです。おー、なるほど。はい。で、妻もまあ同じ会社で、妻はだから、差し置きの方の、まあ、事務所に通っていたんですけど、今はだから育休中ですね。うん、3年取ってるんで、なるほど。はい。まあまあ、復活したらその、差し置きのところに行きますというところですね。なるほど。はい。なるほど。じゃあ、夫婦揃って同じ会社で、働いてる。そうですね。はい。で、まあ、地元が、まあ、北浦で縁あって、この北浦という場所に買ったので、まあ、もともと、まあ、北浦を少し盛り上げていけばいいな、なんていう気持ちで、このメンターも始めているんですけど、まあ、遅延があるので、まあ、そういった意味では、ご相談なんかも、ちょこちょこいただいているという状況ですね。はい。なるほど。こんな感じで、はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、ウアゾンさんは出身も北浦は、で、今、前も北浦っていう感じ。そうですね、はい。まあ、小学校の時に、まあ、父親金融だったので、結構転勤多かったんですけども、一応小学校、5年生か。で、もうここに家、親が買ったので、まあそこから動いてないっていう形ですね。あ、そうなんですね。はい。でもまあ、物心ついてからほとんどが北浦和で、社会人でいろんなとこ住んだけど、北浦戻ってきて家買ったって感じ。そうですね。まあ大阪、群馬と、あと、まあ本庄とか佐賀とか住みましたけど、うん、まあ、やっぱり家欲しいなっていうところと、うん、住むならやっぱお互いの実家近くが良かったんで、そういう意味ではまあタイミングがあって、なるほど、まあ、北浦の方が、まあ、まあ良かったなというふうに思ってますね。まあ今でも、本当良かったなって、いい決断だったなと思ってるんですけど。なるほど。2018年の時の自分の決断良かったと。で、そうですね。もうナイスジャッジ。ナイスチャレンジ。だって、本当さ、チャレンジだったと思うんですよ。3年前。うんうん、そうですね。結婚したてで買ったってこと？いや、結婚はですね、うん、だから2014年かな。え？あ、そうなんだ。そうですね。2014年に籍を入れてて。だからそこから5年経って家買ったって感じですよね。あ、そうなんだ。そうそうそう。まあやっぱ転勤
してるので、なかなか遅延のないその地方に家買うって選択肢ってやっぱないので、うん、そう考えると東京都内にまあ戻ってきたタイミングで、うん、1年賃貸住んで家帰ったって感じですね。なるほどね、うん、じゃあもともとはまあ転勤っていうのもあって、知恵のないところで家買うっていうのは全く考えてなく、そうですね、そうですね、で東京勤務になって、うん、賃貸あれ朝霞の方でしてたみたいな、あ、そうです、朝霞の、はい、駅前の賃貸に住んでて、まあ当時はそこが結構環境的に妻のその職場が、うん、あの東上線沿いだったので、まあできるだけ近くにこう住もうっていうことで住んで、まあ最近、はい、街もね結構あの緑が多くて、うん、すごく住みやすくて、ファミリー層にはすごくいい住みやすい街だったんですけども、うん、まあちょっと賃貸はねあんまりあのクオリティが良くなくてっていうか、結構あの苦しめられまして、一つの、まああの他のね賃貸行くっていう選択肢も ないわけじゃなかったですけど、ちょっと早く出たくて、うん、その家を。で、あ、そうなんだ。そうなんですよ。で、まあ、会社も結構都内来た タイミングで家買えっていうアドバイスをくれる人がやっぱ多かったんで、そういう意味では妻があの僕の、まあ、体をね引っ張ってってくれて、モデルルームとか行って、まあ、家買う流れになった感じですね。なるほどね。はい。ちなみにその朝霞の賃貸で微妙だったところっていうのはどういった点が微妙だったんですか？ああ、そうですね。微妙だった点は、とにかく、あの、うん、壁がめちゃくちゃ薄くて。なるほど。はい。あの、まあ、メゾネットタイプなんですけど。おうおう。で、だから2階、3階のメゾネットなんですよね。うんうん。で、まあ、ちょっとこう縦長の、なんていうんですかね。うん、家で。で、下が保育園だったんですよね。そのなんか元気そうでいいなとかって思ったんですけど、まあ、とにかくもうね、うん、あの、横も下もうるせえ。ああ。壁うるさくて、ほんとうるさいんですよ。なるほどね。はい。で、まあ、その壁が薄いってことは、多分その、壁もそうだし、断熱材とかも結構、その、うん、あんま手抜きで使ってない賃貸だって、その3階が寝室とかだったんですけど、うん、もうね、暑くてめちゃくちゃ寒いで、本当に暮らしづらかったんですよね。なるほどね。そっかそっか。じゃあ、だから、もしその賃貸で住んだ家が抜群に環境良かったら、家買うのちょっと遅れたかもしれない。ああ、でもそう、遅れたかもしれないです。もしかしたら。僕、その前が、積水さんの、あの、うん、なんだっけ。シャーメゾン。あ、そう、シャーメゾン住んでて。シャーメゾン僕めっちゃ好きだった。で、そこ結構文句ないぐらいやっぱりあの広くて質も良かったんですね。その前本庄で住んでたところが、うんうん、そういう家住んでたら結構満足しちゃってて、なんか別に賃貸で良くないみたいな感じで、もしかしたらずっと行ってた可能性はありますよね。なるほどね。うん。だからその朝霞の微妙な賃貸が買わせたっていう。そう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 。あのだから即決させたってのはあるかもしれないですよね。早く出たい。なるほどね。うん、っていうのはあるったかもしれないけど。ああ、そういうのも起因したんだろうね。そうですね。まあ、いい街だったんですけどね、本当に。なるほど、なるほど。そうですね。じゃあ、家買うべってなって、マンションのモデルルーム。そうです。朝霞近辺もなんか一回見に行ったって言ってませんでしたっけ？あ、そうです、そうです。これは、あの、もう本当になんかこう、調べたりとかね、いろいろこう、エリア絞ったりとかっていう前に、うん、まあ、とりあえずまあ、なんか近くにモデルルームできたから、まあ、行ってみよっかって言って行ってみたんですよ。朝霞の、本当だから、そこになんで行ったのかっていうと、あの、家が近かったから、それだけ。そう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 。で、妻に言われて、じゃあこの日予約したから行くからとか、うんうん、行ったんですよ。どうでした？そうですね。当時、まあやっぱり、まあ金持ち父さんじゃないですけど、やっぱり家ってなんか、負債って言うじゃないですか、やっぱり。うん、だから、まあ損得で考えたらやっぱあんま買わない方がいいのかな、みたいな。ましてや転勤族だし。だったんですけど、すごくやっぱ営業
の方がね、一生懸命その家買うっていうことの良さみたいなのを、教えてくれて、まあ結果そこでは買わなかったんですけど、その営業の方がすごく、まあ感謝してるなというふうに思っているし、まあ何よりそこでやっぱ強く言われたのが、やっぱりサラリーマンなんでね、まず余震っていうのを活用するのは結構価値があるっていうのと、うん、あとは、まあ、共働きだし、別にそんな負担も重いわけでもないし、うん、何より会社にその家賃補助がそのまま賃貸だろうが持ち家だろうが変わらずうち出続けるんですよ。おっていうそのアドバンテージで買わない理由が逆に分かんないですみたいなところまで言われて、まあ、買うためのあれ買ったかもしれないですけど、結構そこはだから納得感はあって、家買うっていうことに対してそこで結構なんか、自分の中で納得感を持ってましたね。その物件とかエリアとかはね、いろいろありますけど、ポジティブになりましたよ。だから、エリア云々の前に家を買うということに対しての腹落ちができたって感じなんですね。あ、そうです、そうです、そうです。だから、すごい丁寧に説明してくれて、まあ暇だったんですかね、わかんないですけど。めっちゃ丁寧に説明してくれましたよ、本当に。でも、その営業の方、素晴らしいですね。そうですね。本当一生懸命で。まあ、最終そこで買わなかったんですけどね。うん、結構。まあ、買わなかった理由は、ちゃんと自分の足で歩いて、物件も見に行って、うん、まあ、やっぱちょっと遠いなとか、近くに高圧線あるなとか、横工場なのが嫌だねとか、坂だねとかって、やっぱ結構、決め手にかけるっていうところと、まあ、そもそも浅川に人生決めていいのかみたいな。っていうとこもあったんで、うん、まあちょっとステイにしといて、まあ他に2軒見た中で結果買わなかったんですけど、うん、やっぱりなんかその、じゃあ裏の物件も近々できるんで、そこの資料も取り寄せますねとか、すごいなんかエリア外にもかかわらず一生懸命やってくれて。はい。だからまあその方のおかげもありますよね、僕家買ってて。なるほどね。じゃあ担当の方のアドバイスがこう心に染みたし、そうですね。営業というか、そのコミュニケーションもすごい満足できたって感じなんですかね。そうですね。だから結構モデルルーム行ってみるっていうのは、あんまりこう深く考えず行くっていうのは結構いいと思いますよ、僕、本当に。うん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 。まあ、まず少しでも興味があれば、近くの新しいマンションのモデルルーム行ってみるっていうのはお勧めするよと。うん、本当そうですね。と思いますね。じゃあそこのモデルルーム行って家を買うことにポジティブになって、そうですね、どういう経緯で今回今住んでいる物件買ったんですか？そうですね、やっぱりこの営業の方にも言われたのが、やっぱ何を大事にするかをちゃんと決めてくださいと。ほう。まあ、住むエリアなのか、うん、まあ間取りなのか、うん、会社への通勤なのか、子供への環境なのかみたいなのを、やっぱり3つぐらいに絞って優先順位つけないと、それは決めれないですよみたいな話をもらって。なるほど。そう。で、まあなんかこうね、質問を答えてるうちに、僕はそうとは思ってなかったんですけど、小田さんあれじゃないですか。北浦和っていうか、浦和に本当は住みたいんですよね、多分、みたいな。なんかそれ以外受け付けないような感じありますけど、ぐらいなことに言われて。結構やっぱこだわりあんのかなというか、潜在的に思ってたのが、なんかバレたのかわかんないですけど、そっから、ちょっとやっぱじゃあ裏とかも見てみようか、みたいな形で。なるほど。そう。で、一回武蔵浦の、モデルルームを挟んで、うん、で、ふと、なんかこう、ふと、北浦にそういえば実家の横にマンション建ってたなと思って、思い出したんですよ。たまに実家帰るじゃないですか。はいはいはい。で、車で通った時、ここ立ってんな、とかって思ってて、あそこに立ってたから、そろそろあれ立つんじゃないか、みたいな思い出して、うん、で、ネット見て電話してみたんですよ。はい。とりあえず行ってみるか、つって。今日、ちょっと今なんですけど行っていいですかって言ったら、たまたま空いてるから来てくださいって言われて、今のマンションに出会ったんですよね。なるほど。そう。だからそこから結局ね、あれですよ。その、初めてモデルルーム行ってから、だからそれも1ヶ月ぐらいなん。ああ、そうですか。そうです、そうです。じゃあ、浅香のモデルルーム行って、武蔵浦1個挟んで、そう。3つ目で、ね、そうです。決めてたっていう。そうです、そうです、そうです。なるほど。
そうで、ちなみに武蔵浦はもう、まあ、結構良かったは良かったんですけど、やっぱり決め手に欠けたんですよね、なんか。なるほど。うん、そうなんですよね。目の前が公園で、あの、眺望も抜けてて良かったんですけど、やっぱり決め手に欠けて、他のエリアもやっぱ見てみようかな、みたいな感じだったんですよね。なるほどね。うん。だから、なんだろう、決め手にかけるというか、なんかあれですか、来たら地元がやっぱりもともと上園さんが気に入っていたっていうのがあるんでしょうね。うん、まあ根っこにはそれはあるとは思うんですけど、ただその時別に北浦の物件を探してたわけでもなかったんで、なんか絶対的にここがいいなっていう何かがやっぱりあれば、うん、決めてたと思いますよ。ああ。うん、でもそういう意味ではなんかやっぱりもうちょっといい条件ってやっぱあるのかなとか、予算的にどうなのかなとか。で、当時僕あの最初のモデルルーム行った時に、だいたい予診って4000万ぐらい、4000、まあ何百万ぐらいとかって言われて、うん、まあうまく計算してね、自分のところの物件価格に合わせた値段を出してたとは思うんですけど、あ、そうそう、だから5000万とかね、それぐらいのマンションっていうのはあんまり視野に入れてなかったんで、なるほど。そうそうそう。そういう意味では、まあ、もうちょっと他見てみようかな、みたいな。言っても2軒目だし、みたいな。うんうんうん。そうそうそう。って感じで3軒目に行ったって感じですね。なるほどね。うん。そしたら、その行った3軒目で見て、うん。すぐ買おうってなっちゃったんですか？結構ね、買おうってなっちゃいました。そうなんだ。そう、結構ね。なんでそう思ったんですか？そうですね。まあ、まずは、まあ一つはやっぱ実家に近いっていうところで、これはポイントとしてはすごく大きかったです。と、お互いにやっぱりもともとお互いの実家の近くだといいよねっていうのは思ってて。なるほど。まあ妻神奈川の厚木なんですけど、もう、そうだ、今のその通勤の、その場所的にはちょっと神奈川よりはさすがにないので、あ、そうなると、まあ埼玉よりだとうちの実家の近くで、まあなるべく近ければ、うん、まあ子供ができた時に、うん、まあお手伝いもお願いできるし、何かとやっぱコミュニケーション取りやすいので、なるほど。面倒見やすいですしっていうところで実家近くっていうのは一つやっぱありました。なるほどね。そう。で、あとは住みやすいっていうのはもうもともと分かってて、町としてのポテンシャルは結構高めだなっていうのは、うん、僕は知ってたので、うん、まあそういう意味では、まあブランド力っていうか、学区の良さとか、うんうん、他県のファミリー層に結構人気があるエリアとか、うん、っていうので、まあ、比較的リセールバリューは落ちづらいだろうなっていうところが理由としてあったので、それが分かってた、自信があったっていうのが分かってた。で、あとは3つ目、結構いろんな条件が結構重なって、うん、駅徒歩5分圏内、うんうん、70平米以上あります、うん、3LDK です、うん。で、入居まで結構早いっていう。早い。そう、まれにあるじゃないですか、2年後とか。ああ、あります、ね。超えるとか。今の家出たかったんで、そういう意味では、契約してから4ヶ月後ぐらいにはもう住める感じだったんで、そうそう。で、そういう条件が重なって、最後に、まあ、値引き、キャンセルが出た部屋があるから、ここ良かったらどうですかみたいな。だからもう最後の最後なんですよ、僕買ったの、この家、本当に。あ、そうなんだ。そうなんですよ。もう、オプションも間に合わないぐらいの。ああ。なるほど。そうそうそう。じゃあ、デベロッパーとしても、急に出たキャンセルを埋めるためにも、まあ、ある種すぐ埋めたかったっていうのもあるかもしれないですね。そうでしょうね。多分、埋めたかったんだと思います。やっぱりね、竣工前にとか完売したいじゃないですか、どうしても。うん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 、で、その某デベロッパーさんはこのエリア初だったんですよ。だから、結構綺麗に終わりたかったっていうのも多分あると思うんで。じゃあ、ラッキーですね。そうそうそう。で、そういう意味で、あ、やべえ、みたいな。これ、取られるかもしんないっていう、この、あ、なんですか、煽られた感じがすっごいあったんですよ、そんな。そう。でも、さすがに今日来てね、今日決めますなんてのもできないですけど、ちょっともう一週間後もう一回来ていいですか、みたいな感じで。結構、だから、そっから一気にギアかかった感じですよね。なるほどね。じゃあ、見に行った日に契約まではいかなかったけれども、はい。
気持ちとしては相当揺れてたというか。そうですね。で、いや、一番引っかかったのは、値段なんですよ、その時。値段が、自分がさっき話して思ってた予診よりかは、ちょっと超えてきたなっていう。なるほど。あったので、その怖さだけありました。ちょっと、自分として想定してた予算よりもややオーバーみたいな。あ、そうですね。ややオーバー。まあ、買えなくはないだろうけど、みたいな。そうですね。借りれるのが分かってたんですけど、まあ、なんていうんですかね。生活圧迫しないレベルでっていうのと、うん、妻の、その、ローンに頼りたくなかったっていうか、自分、僕、ペアローン、あんまり推奨しない派、推奨しないっていうか、僕があんまりペアローン組みたくなかったので、自分一人のローンで賄いたかったっていうのがあったので、うん、そういう意味では、まあちょっとチャレンジング価格かなーみたいなぐらいな感じで。なるほど。思ってましたね。なるほどね。うん。そっから申し込みを入れるまで、まあ当然奥様とも話し合ったと思うんですけど、はい。奥さんの方は乗り気だったんですか？あ、結構そうですね。乗り気でしたね。やっぱり、絶対的な、その、まあ、ものが良かった。うん、比較論じゃなくて今までの比較論じゃなくて、やっぱり結構これいいなっていう、やっぱ本当になるほど思えたんだと思いますし、うん、まあ、あと実家、そうですね、僕らの要望全て満たしてたっていうところやっぱありますよね。あ、そうそう、ただ価格はやっぱ妻は言えないじゃないですか、分かんない。そうだよね。そう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 、だからそういう意味では最後の決断は僕に委ねられた感じ、ね、なるほどね。うん、だからよくなんか大きい買い物の格言でなんか迷うのが値段だったら買えみたいな。はいはいはい、言いますよね、言いますよね。買うのが値段だったら買うなみたいな。うんうんうん、うん、要するに安いから買うはやめろみたいな。そうですね、そうですね、まさにそれみたいな感じ。そうそう、まさにその状況ですよね、本当に。なるほど。まあでもね、やっぱりね、ね、5000万とかっていう、うん、そのローンの契約書に判をして、うん、35年でローン組むっていうと、やっぱり一回なんかもう本当に笑い話ですけど、夜うなされて目覚めましたよね。ハンコ押す前にマジで。マジで。なんか本当に、うん。ぐらいちょっとなんかね、その時はやっぱ結婚は怖いっていうか、初めての経験だし、悩みましたよね、やっぱり結構。まあそうですよね。うん、まあなんか、ストレスはかかりますよね、少なくとも。そうですね、やっぱり。大丈夫かなみたいな。そうそうそう、大丈夫かなですよね。本当に家族に、ね、大丈夫かなみたいな。思いましたけど、まあ、最終はもう、ね、のまあ、ノリと勢いですよね。うん。いけいけと。なるほどね。そんな感じだったと。まあ、でも本当ナイスジャッジですよ。もしかしたら1週間遅れて、他の人が買ってたかもしれないですし。ああ、そっか。うん。だから見た日に申し込んだんですか、結局。いや、結局、もう一回行きました。もう一回行ったんだ。そう、もう一回行って。で、もう一回行った時に、やっぱりいいな、みたいな感じになって。で、そうそう、もう一回行った時にね、結構細かいとこ確認したんですよ。これ20床ですかねとか、20天井ですかねとか。うん、なんか、ディスポーザーとかね、20床のゴミ出しは、そういう細かいとこ確認して。はいはい。で、やっぱいいな、みたいな感じになって、その時も、でも決めに行くつもりはまだなかったんですけど、そう、でも、いや、もうそこまで行ってんだったら、みたいな、申し込んだ方がいいですよ、ぐらいな感じで言われて、うん、で、なんかいくらかおろし行きましたね、確か。何十万か今、じゃあおろしてきます、つって。手付けみたいな？あ、そうそう、手付け金みたいなの。何十万か払ったら、とりあえず申し込みはできますって言われたんで、じゃあ行って、ATM 行ってきますって言って。なるほど。そう。で、払ってきましたね。へ、そう。で、多分、次の週か、翌々週かなんかに、夏にするみたいな感じだと思います。確かに。そんな感じだったと。そうそうそう。だそこまで2ヶ月ぐらいですよ。2ヶ月ぐらいと。うん。ちなみに、はい、僕、新築のマンションで買ったことないんですけど、はいはいはい、手付金最初にじゃあ、うん十万払いました。はいはい、払います。それ以外で、住宅ローンの借り入れの前に、はい、100万円単位とかで、
追加で手付を入れたんですか？あれ、保証料かな？かなんかは確か現金で払わないといけなかったから、うん、あとなんか諸費用か。諸費用か。そうですね。それはだから現金で払わないといけなかったんで、多分確かね、だから合わせると200万はいかないかもしれないですけど、うん、150、60万ぐらい突っ込んだと思う、うん、確か現金は。なるほどね。はい。それぐらいですね。じゃあ住宅ローンで借り入れたのは基本的に物件の部分のみ？物件の部分のみです。ああ、じゃあ諸経費は、持ち出しでと。そうですね。で、頭金は8万円。8万?8万円。端数だけ。端数。ああ。そんな感じだったんだ。そうですね。全然それでも、問題なかった。なるほどね。うん。だから、新築のマンションを買う、まあ、5000万前後の新築マンションを買うときに、まあ、場合によってとか、デベロッパーによっても全然対応変わるかもしれないけど、うん。ウアゾンさんの場合は200万いかないぐらいの現金で、諸経費分は自己負担で。そうですね。はい。やったっていう感じか。そうですね。だから、まあ、もっと加えるとするならば、これ、まあ、設備的なところで、例えばエアコン入れたりとか、ああ。なんかちょっとこう、防カビコーティングとか床コーティングとか、うんうん、家具入れちゃうとできなくなっちゃうんで、あ、そういうのを自分で手配していろいろやって住むまでにだから300万ぐらいかけたかなって感じですね。じゃあオプションは選ばなかったけど自分で手配したみたいな感じ。あ、そうですそうです。結構姉がもともと家先に買ってたんで、なんかそういうのやった方がいいよとか、あと別作で棚つけたりとかもやっぱし。ああ、なるほどね。カウンター下とかって僕なんかすごいあのスペース、なんか無駄だなと思って許せないんで、そこに入れたりとかして。なるほどね。そうそう、そういうので、もうちょっと300万ぐらい現金はなくなったかな。ああ、なるほど、なるほど、うん。そんな感じでしたよ。はい。でもあれっすね、その新築でいいのに巡り合ったから、新築だけしか見なかったと思うんですけど、なんか何個か行って、はい、うんってだったら、築浅の中古とかを見てたんですかね？あ、絶対見てたと思いますよ。多分こういうのを探してたら、絶対に中古っていう選択肢もあるよねっていう、うん、なるほど、話絶対聞いてたと思うんで。これ僕、結構スピードで決めれたのって、うん、一番決定的な理由はもちろん条件があったっていうのはあると思うんですけど、うん、あんまちゃんと真剣に調べてなかったっていうか、情報があんまなかったんですよ。なるほどね。はい。だから逆に比較もできないし、いろんなパターンもそんなに検討しなかったんで、それが良かったのかなと思いますね。そうですね。で、泥沼化してた可能性ありますよね。そういうことですよね。だから、まあ、良くも悪くも、そこまで数は見ていなかったし、うん、で内見の早期に運命のものに出会っちゃったっぽかったから、そうですね、決めるしかなかったみたいなそうですね、ここ、うん、逃したらやっぱ後悔するかなっていうところはやっぱありましたね。そうですね、僕もいろんな人の家探しとか手伝ってますけど、うん、やっぱね初期に決めらんないんですけど、うんうん、振り返ると初期に決められなかった物件が一番いいケースが多いああありますよね、うん、なっていう。結構ね、なんかツイッターとかでもその買えなかったマンションがすごいみんな思い出に残ってるって言いますよね。なんかそうですねいやーありますよ。僕も妻の玉子さんと2人で買った物件1軒目ね、買えなかったやつがあって、うん、あ、そうなんすか。これ、売り主のおじいちゃんに、はいはいはい、3枚手紙書きましたからね。買わせてくださいって。で、買えずっていう、そういうのもありました。ああ、それでも買えないですよ。だから結構ほんと巡り合わせですよね。うん、うん。だから、これはね、難しいですね。なんかその、要するに初恋の相手みたいなもんで、なんか、初恋の相手と結婚できない問題みたいな。あ、はいはいはい。あるあるある。でも今の奥さんが大好きみたいな。そうですね。ちょっと美化もされちゃいますし、ね。そう、美化されるんですよ。あ、確かに確かに。あの女性よかったな、みたいな。わかるわかる。わかっちゃダメか。でもその時に、なんか、その初恋を掴んだのも素晴らしいし、まあ掴めずに他のを掴んだのも素晴らしいというか、うん、
そうですね。まあ、どっちもね、ちゃんと巡り合ってるからいいんでしょうけど、やっぱり、うん、なんていうんですかな、まあ、中古でもそうなんですけど、やっぱり申し込まないで、その、取られたっていうのが一番なんかやっぱちょっと嫌だったんですよね。あ、まあ、中古じゃないから結局早いもん順なんですけど、うん。ね、やっぱバット振らないでこう、帰ってくるようなもので、そういう意味では早くやっぱ申し込もうっていう決断は取れましたよね。そうですよね。ね、うん、だから、ウワゾンさんはある種初恋の人と結婚できたみたいなパターン。そうですね。に近い。そのパターンに近いですよね。はい。で、あといろいろ後押し条件が結構あった。うん。そんな感じか。そうですね。やっぱその、でも、あの、最初言った通り、その、転勤がやっぱりね、あ、まあ、4年から5年にある中で、もう1年、朝霞で使っちゃってたって考えると、やっぱり意外とそんな時間もないんですよ。ああ。なるほどね。せっかく買ったら住みたいじゃないですか、結構長いこと。あ、そうだよね。そうそうそう。そしたらだから2021年に、竣工とかっていう新築とかだとあんま選択肢に上がらないので。そっかそっか。そうなんですよ。あ、早い。まあ、そういう意味では、あの、早く決めたかったっていうのもありますし、よかったですね。うん。だからまあ、今決めるインセンティブがあったってことですよね、当時のウワゾンさんには。そうですね。そうです、そうです。まあまあ、悠長に半年待つかとかそういうんじゃなくて、早ければ早い方が良かったっていうことですよね。そうですね。そうです、そうです。壁薄いしと。もう暑すぎて死にそうだし。いや、天然のサウナですよ、本当に。3階って本当にロフトみたいなもんですよね、だからね。いや、ロフトだから熱こもりますよね。そうそうそう。じゃあそこは寝室だったんで。いやー、ちょっと厳しそうだな、それは。うん。それはお疲れ様でした。はい、そうです。じゃあ、ウワゾンさん的に家を買うの迷ってる人とか検討してる人へのアドバイスは、どんな感じになりますか？そうですね。まあ、やっぱ比較とかね、相対的なものとか、いろいろ見て回ってとか、いろんな選択肢を、いろいろ調べて決めるっていうのも、まあ、もちろん大事だと思うんですけども、まあ、迷ったらいけと。なるほど。いうことは、やっぱりちょっと後押し。したいなと思いますね。特にやっぱり新築に限らず中古とかだったらやっぱり今本当結構買えない人ってやっぱ結構周りに話聞くんで、うん、さっき言った中でやっぱ座席に立ってねバッと振らずに帰ってくるっていうのはやっぱり家選びだとやっぱ人生決めるところなんてショックだかなと思う。確かにね。やっぱり迷ったらやっぱり決断して、うん、やってほしいなと思いますし、その後押しとしてね、我々メンター軍団がやっぱりいろんなエリアでいるので、うん、そこはうまく活用してもらいたいなと思いますし。そうっすね。うん。だから、自分で調べて自分で意思決定できるのであればいいけど、そうじゃない一般的な人というか、ぜひメンター見つけてね、なんか二三脚でないしは後押し、背中押してもらった方がいいんじゃないかなって思いますね。いや、ほんとそうですよね。で、私もうほんと比較してばっかりだったら結局絶対にね、100点満点の物件なんてないわけですから、絶対。おっしゃる通りで。絶対どっかデメリットあるから、そういう意味ではね、やっぱり絶対的にここいいなって思ったら後押ししてもらってくれるね、人に相談して、うんうん、あ、でもやっぱいいなって思ったらもう迷わずゴーですよ。これはそういうことですね、うん、迷わずゴーですよ。ね、なるほどなるほど、うん、ありがとうございます、はい、じゃあちょっと続けてなんですけど、はい、この住まい相談の住んでっていうサービスにウワゾンさんが北浦のメンターとして入ってくれてるんだけど、まあ、何件かこう相談を受けてみて、うん、感想はどうですか？感想は、まあ、ビジネスとしてもそうだし、うん、依頼側もそうだし、うん、メンター側もそうだし、なんか三方よしかな、のサービスなのかなっていうのを結構感じていて、なるほど。なんか誰もなんか損する人がいないから、すごいいいサービスだなって思います。そうですね。うん。で、なんか、まあ何が言いたいかというと、うん、当然依頼者さんは、まあ困ってることがあってというか、うん、相談したいことがあって、
聞いてくるわけなんですけれども、うん、僕らはもうその自分の住んでる町とか、うん、自分の体験談を他の人に役に立てるっていうのは結構嬉しいし、うん、楽しいわけなんですよね。あ、単純になんかもう普通仕事とかより全然世の中の役に立ってる中でやっぱあって、あ、うん、まあまあ世の中のというかその人の目の前で、うん、まあ何かね迷ってる人の役に立ってるっていうのは結構楽しいですし、あとは、うん、世の中に本当にこういうリアルな声を聞けるサービスって実はないんで。うん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 。だから、さっき言った後押しに使ってもらったらいいっていう話じゃないですけど、うんうん、本当に、最後の一押しとして聞きたいことが聞けるサービスなので、うんうんうん。なんか、うまいなって感じがみんな嬉しいな。なんかすごいなって思いますね。何これみたいな。何これみたいな。素晴らしいサービスですよね、そうですね。まだでもこういうサービスって世界的にもなくて、実はそうなんですか。ないんですよね。そうなんですね。優勝クローズド匿名相談みたいな、はい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 、はい、あんまなくて、で日本にも当然なくて、うん、でない理由はね、はい、そのメンターさんの信頼をいかに担保するかがむずいんですよ。まあ確かにそうですよね。例えばウアゾンさんが、まあ、登録してもらってて、うんうん、北浦住んでます、2018年に新築マンション買いましたって書いてあっても、うん、いやほんまかいなと確かにその証明できないんですよ、相談する側は。はい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 。でも、ウアゾンさんとか北浦の座談会みたいなのを出てもらったり、こうやって喋ってるのをコンテンツで作ったりとか、うんうん、あとはツイッターの方でも発信いただいたりとか、あとはこの北浦和と浦和の比較みたいな記事執筆いただいたりとか、はいはいはい、なんかそういうようなものが、信頼が蓄積されないと、うんうん、金払わないなっていう。まあ確かにそうですよね。そうですよね、うん。だからまあ最初の段階でもなんかいい感じのこの、なんていうんですか、匿名性というか、うん、要は完全になんか七志さんとか、そんなんだと、全く、うん、当然アドバイスにも信憑性ないですけど、うん、僕らもある程度まあリスクっていうわけじゃないですけど、うん、ちょっとプライベート情報を出して、そこも出しながらっていうところがあるので、まあ依頼する側もちょっとね、信用はできるのかなっていう気はしますよね。そうですね。うん、あとは振り返ると僕が1年ちょっと前に住んで埼玉のツイッター発信して、うんうんうん、運営者が顔出しでもう丸裸でやってるんで。ああ、それもありますよね。そうそう。でもその担保は大きいっすよ。確かに。うんうんうん、そこは僕もうリスクというか、もう覚悟を決めてやってるからっていうのはあります。うんうんうん、そうですね。でも確かに、運営者が顔も見えてないし何者かわかんないと怪しいサービスになっちゃうかもしれないですね。うん、うん、そうですね。まあ、ちょっと余談になっちゃったんですけど、うん、なんか、ウアゾンさんに相談した人の、なんか、相談ないよみたいのって、うん、この物件買おうと思ってるんだけどっていう、結構具体的な検討者が多いイメージあるんですけど。そうですね。今まで、そうですね。半分ぐらいはもう、その感じでしたよね。で、一人の方はもう、本当に、ドストライクにそういう相談だったし、もう一人の方は最初は言ってこなくて、で、相談乗ってるうちになんかもう、この物件、の選択肢だったら、なんか、どれがいいですかねぐらいの感じの、なんか、うん、こんな方だったらこれかなとかって言ったら、あ、なんか、それ買おうと思ってるんですみたいな、実はみたいな感じで言ってきたっていう。なるほどね。そう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 。だから、結局二人とも共通してるのは、結構腹の中ではもう買おうかなと思っていて、うん、でもこれ、俺の判断正しいよねっていうのを、うん、なんかこう、なんていうんですか、ダマでちょっと確認したいみたいな感じだったかなと思って、ね、そんな感じでしょうね。うんうんうん、うん。ミステリーショッパーじゃないけど、なんか。そうそうそう、それ近いですよね。ミステリーショッパー近いかも、うん。そう、結構リアルな選択肢与えられましたしね。ああ。そうそうそう。だから、ウアゾンさんには、なんだろう、
この物件の価格の妥当性云々よりも、住み心地とか、子育てとか、そういうような相談が強いんですかね。そうですね。僕、ぶっちゃけマンションそんなにめちゃくちゃ詳しくないので、うんうん、言っても、いろんなエリア見てきたわけでもないですし、うんうんうん、そもそもきっかけがマンション好きというよりかは街が好きっていう。ああ、そっか、北浦を盛り上げたいみたいな感じで。うんうんうん、なので、どちらかというと、そうですね、北浦は、に引っ越そうと思ってるんですけど、浦和に引っ越そうと思ってるんですけど、どんな子育て世代なんです、どうですかとか、通勤どうですかとか、結構暮らし、ライフスタイルを問う質問がメインで来てて、うんうん、その裏側にターゲットの物件がある人が半分ぐらいって感じですかね、うん。なるほどね。うん。そうです、ね。そういうことだ。なるほど、なるほど。まあもちろん普通の人よりかは、まあマンション見てきてるんで、買った後も住むとか、見る人は見る人なので、うん、まあそういう意味では、北浦のエリアについては、まあ結構相場感とか、うん、場所の良し悪しっていうのはある程度わかるんで、そこはまあ助言はしますけど。なるほどね。うん。まあ、だから、なんだろうな、その不動産とかマンション自体に詳しい云々じゃなく、うん、その町に今住んでいる人から生の情報を得られる点において価値がありそうって感じだよね。あ、そうですね。まさにそうで。で、特にこの町に引っ越してくる人イコール、やっぱり僕と年齢が近しいというか、まあ、ちょっと若いぐらいのその子供が1人います、2人いますとか、1歳、2歳ですって、結構同じような境遇の人がやっぱすごく多くて、うんうん、だからプロフィール見て、結構環境が近いので親近感持って相談しましたっていうのが結構ほとんどですね。ああ、やっぱそうなんだ。うん、そうです、そうです。なるほどね。うん、だからまあ、環境が似ててライフスタイルで、ね、当然多分住んだことがない人が人生かけてね、家買おうとするわけなので、それは心配ですよ、やっぱり絶対に。そうっすね。うん。いや、大事だね。大事なお子さんの学校どうなのかとか、なんか学校押してるけど、本当かみたいな。本当にみたいな。うんうんうん、やっぱそこ聞いてみたいっていう、だから本当需要があるサービスなんだなと思いますよ、うん。そうですよね。だって、マンションのこと聞きたかったら、不動産屋に聞いたらまあいいわけです、ね。確かに、確かに。お詳しい方いられますから。そうですね。うん、いやまさにそうだなぁと思いつつ、なんか今話聞いて2つあるなぁと思ってて、はい、1個目はですね、その、プロフィールを見て自分と同じような匂いがしたから相談しましたってすごいキーワード、なんか超大切だと思ってて、うん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 、例えばこれ言い方悪いんですけど、教育熱心なママが、うん、マイルドヤンキーの女のヤンママに相談するかって多分しないと思うんですよ。極端ですけどね、しないですね。極端だけど、絶対しない。確かに。おそらく、所得とか価値観とか、そういったものが近くないと、例えば、ヤンママが言ってる、いや、うちの学校全然荒れてないよっていうコメントに重みがないんですよね。あー、そうですね。確かに、それめっちゃわかりますね。なんかその、荒れてるの価値観が共有できてないんですよ。うん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 。だから、でも、例えば、ウアゾン夫妻が、いや、ちょっと荒れてるけど、まあ、全然問題ないよっていう言葉の方が響く可能性が高いというか。うんうんうん、うん。だからそういうことだな、みたいな。そうですね、そうですね。確かに。だからそれを担保する、まあ今までの記事だったり、自分の経歴だったり、うん。ツイートだったりっていうのが、まあプラスアルファされて、さらにっていうのはあるかもしれないね。あとね、大体ね、人の話1分ぐらい聞いたらね、うん、その人のなんか賢さとか伝わっちゃうんですよね。そうっすか。実際、それめっちゃあると思う。はいはいはい、みたいな。あと、その、ツイッターとかチラッと見てさ、はいはい、なんかよくわかんないツイートを RT リツイートしてたりさ、はいはいはい、なんか日本政府にめっちゃバチギレしてるとかさ。いらっしゃいますけどね、たまにね。そういうの見たら、はぁみたいな。ことを思うような人もいるだろうし。だから、その同質性の担保というか、まあ、同じような人と、に相談したいっていう需要がすげえ強いなっていう。そうですね。と思ったのと、うん。あとやっぱね、2点目がね、不動産に詳しい人に聞けばいいって、案外それって結構難しくて、
はい、僕も今、宅建業とって不動産屋になってるんですけど、はいはいはい、不動産屋としてお客さんに買ってほしい物件と、うん、要するに手数料がいっぱい取れる物件っていうのが実はあったり、はいはい、ないしはそれ仲介してもあんま儲かんないみたいな。うーん、要するにね、不動産屋の情報っていうのは不動産屋の恣意的なものが入っちゃうんです。そうですね、やっぱり情報格差がねどうしても買う側と売る側ってありますから、どうしてもね、うん、あったり、例えばデベロッパーの新築マンションの営業担当でも、実はこの部屋こういう微妙なところがあるけれども、ちょっと言えないなみたいな、はいはい、でそういうのってやっぱりその当事者に聞いちゃうとバイアスがかかってしまうっていうのは、それしょうがないことなんで、うんうんうん、だからこそ利害関係のないセミプロみたいな人に、うんうんうん、そこらに関しては聞いてみるっていうのは、それはいいことかなっていう気がするっていう、うん、そうですね、やっぱりなんかね、自分の都合で売りたいから言ってんじゃないのって当然考えるのは、うん、まあ買う側の心理で悩みますよね。だからなんか騙されてるんじゃないかなみたいな気持ちにちょっとなっちゃうから、それをまあ担保するために、我々まあ一般人というかちょっと詳しい一般人を使って後押ししてもらうっていうのは、うん、まあまさに本当その通りだし、うんうん、みんな嬉しいですよね。そうっすね、もっと言えば不動産業者って嬉しいですよね、後押しして。あ、そうそう、このサービスって不動産営業マンはクロージングを手伝ってくれる可能性のあるサービスだから。本当ですよね。ただね、諸刃の剣で、その本来契約ができた案件がメンターに相談したからポシャったことも多分出てくるんですよ今後。そうですね、確かにそれもありますね、そこリアルに言っちゃうから声を。そう、だからこう不動産業界を盛り上げ、僕は盛り上げるサービスだとは思ってるんですけど、うんうん、こう逆にこう不動産営業マンから嫌われてしまうかもしれないサービスにもなるかなっていう。うん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 、確かに。まあ、でもなんか自分がやりたいのは、その全ての人の健全なチャレンジを応援することなんで、うん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 、だからそういうチャレンジが増えていけばね、いいかなっていうふうには思ってます。うん、そうですね、確かに。まあそんなね、騙すために売るとかそういうわけじゃなくて、普通に家買うのってやっぱチャレンジだと思うので、うん、普通に勇気いることだと思うんで、単純にそれを買った人からのね、経験値のある人からのアドバイスだったり、もっとこうした方がいいよとか、こうすると結構楽だよとか、そういうのが聞けるサービスというか、あんまり自分の時はやっぱそういうのを思いつかなかったし、行き当たんなかったんで。うんうん。すごく、ためになるというか。うん。いいです。うん。うん。なんで僕も、ウアゾンさんのようなメンターの人が、こう、増えていけば、すごい、要するにもうメンターありきなんですよね、このサービスって。まあ、ね、ちゃんと、質も担保して、うん、お母さん選んでるからというか、うん、なんか本当面白い、特徴的な人多いですよね。結構面白い。ね、うん。いいメンバー揃ってるなと思います、本当に。まあ僕、ズームで面接して、なんかスクリーニングは一応してるので。はいはいはい。そうですよね。で、なんか、いや、このメンターのコミュニティに入りたくて、みたいな人は全部落としてるんで。いるんですか、そういう人。いますよ。いるんだ。いや、なんか、いや、興味持ってくれて仲間になって、なりたいっていう気持ちはすごい嬉しいんだけど、うんうんうん、それがモチベーションだと困ると。そうですね、そうですね。まあ、副産物としてそういうコミュニティに入れるっていうのはいいかもしんないけど、うん、だからもう最近はかなり審査厳しくしてて、あ、そうですか。その記事を書くのはもうマストにしてるし、うんうん、で、こういうふうに顔出さない動画の出演もマストにしてるし、あ、そうなんですね。なるほど、なるほど。てかね、そこしないとね、やっぱ依頼来ないことに気づいて。その、ある程度コミットをしてもらわないと、その、お互いにとって無駄な時間になってしまうことに最近気づいたんで。ああ、まあ確かにね。そうかもしれないですね。そう。だから、結構、普通に落としてるというか、まあちょっとご縁はなかったです、みたいな感じのパターンもあるんで。なるほど、なるほど。まあそんな感じでやってますんで。はい。まあ僕もすげえ、なんていうんですかね、相談がやっぱり
まあ、重たいっていうか、やっぱりその人の人生に関わることもやっぱりありますし、まあ、ライトな時もありますけど、本当にそのチャットするのに時間作って真剣に回答してるんで、そういう意味ではめちゃくちゃ一生懸命やって、あの人のためになってるなっていうことで、あの、まあ、喜んでやってるんですけど、あの、メンター側も本気ですっていうのは、あの、そうですね。ありがとうございます。まあ、なんで、まあ、僕の思いとしては、まあ、ただ、メンターの価値ある情報っていうのは、評価が高まっていけば、しっかりと適正な金額に上げていくべきだと思ってるんですね。うん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 、あの、で、なんだろうな、メンターの副業になってほしいとまでは言えないですけど、まあ、少なくともそのプロとして、その、まあ、街に住むプロとしてね、不動産のプロじゃなくて。はいはいはい。そして、なんか、ちゃんと、いいお金は、住んで者からしっかりと支払いたいと思ってるし。うん、まあね。まあ、副業にはね、やっぱ当然ならないですし、まあ、時給換算で考えるとめっちゃ安い。たまになんかちょっと見に行ってみようかなとかって見るときもありますしね。だからまあ、そういう目的でやっちゃうと多分モチベーションを言うように絶対つく。そうですね。普通に。まあ、おまけみたいなもんでね、ちょっと本買えるかなぐらいの感じですけど。そうですね。人のためになる街を、あの、伝える自分の経験談を伝えて、誰かのためになるっていうのが、まあ好きな人は結構向いてんじゃないかなって。ああ。うん。ありがとうございます。まあ、なんで、メンターにとっても、こう、相談者、メンティーにとっても、まあ、運営者である僕らにとっても、こう、うまく散歩よしのビジネスがこれからもできればなとは思うので、うん、はい。まあ、引き続き、ワゾンさんよろしくお願いします。まあ、こちらこそよろしくお願いします。なんかまあね、動画に限らず、はい。またコンテンツ考えていきます。引き続きよろしくお願いします。